それでは表題の文献を丸山が紹介します。はじめに概要です。で今回もまあ表題にあるように、まあ、逆翻訳に関する論文です。で、まあ、その逆翻訳の中でもその翻訳の質を上げるためのデータをまあどういうふうにまあサンプリングするかみたいなそのデータの選び方の話です。で、まあ、今回ここで提案しているのはその目的言語側でこう予測するのがすごく予測するのが難しい、まあ、単語、まあ、ちょっと文脈も一部入ってくるんですけどそういうのを中心に、サンプリングして疑似データを作る、まあ、手法を提案しています。で、まあ、その手法で、この WMT のニューストランスレーションタスクで、まあそのランダムにサンプリングしてくるものの、まあ、逆翻訳に比べて、まあ、ブリューが 1.2 ポイント、まあ、1.7 ポイント向上しましたというような内容です。はい、で初めにちょっと逆翻訳の話を、まあ、おさらいしておくと、まあ、パラレルコーパスと、まあ、ターゲット側 その単言語コーパスっていうのがあってで、まあ、最初に、まあ、最後にまだしたいのはこのターゲット側の、翻訳結果なんですけど最初にそのターゲットからソース側の、翻訳モデルをそのパラレルコーパスでトレーニングしてあげてでそれをこうのそのモデルに対してこの単言語のコーパスを突っ込んであげてで、まあ、疑似的なソース側の疑似的なデータを作ってあげてで今度はこの2つを組み合わせて、そのソースからターゲットの方への、翻訳のモデルをトレーニングしてあげてで、まあ、最後にまあこう何らかのこうテストみたいな形で突っ込んで、まあ、結果を得るみたいなこういう流れがまあ逆翻訳です。で、まあ、この疑似的なデータを、まあ、今回はここからまあその疑似的なデータを作るときにどういうふうにここから選んであげたら効果的かなみたいないう話です。はい、で、初めになんですけど、まあ一般的にこの逆翻訳でまあデータ拡張するっていうのはそのオーバーフィッティングとかあとはそのまあ流暢性、まあ、より流暢になるようにまあするって言われています。で、まあ、まあさっきからこうずっと言ってるようにポイントはまずどういうふうにデータを選んであげるかみたいなところです。でまあ、関連するところとしては、まあ、上の方は逆翻訳の話ではないんですけど、そのテストデータと、まあ、ドメインがこう似てるようなやつをうまく選んであげると、まあ、翻訳の性能が改善しますよっていう話があったりとか、まあ、するんですけど、まあ、逆翻訳でもそういう同じようなことをやった時には、まあ、あんまり効果がなかったなっていうまあ結果も得られています。はい、で、最初に、まあ、ここではそのまあその冒頭でも述べて予測が難しいっていうところのサンプリングをしましょうって話に行き着くんですけどちょっとそれの取っかかりが、まあ、この逆翻訳とトークン予測っていうところの話です。で、最初に、まあそのここではその疑似データを追加する、まあ、前後で、まあ、予測の損失がどのくらい変わるのかなっていうのを調査しています。で使うモデルはこのアテンションベースのエンコーダーデコーダーモデルで、サンプリングの方法はランダムにこう、単言語のコーパスからサンプリングしてあげて、データを作ります。で、結果が、こんな感じになってて、横軸が、単語ですね。でそれも、その予測の損失に合わせて、相当されている、並びになっているんで、その表の左側の方が、損失が高い単語で右側に行くにつれて、まあ、損失が低い、単語っていう形になってます。で、下の、グラフから、説明すると、まあ、下のグラフっていうのは頻度ですね。対数の頻度単語の頻度が取られているのでそこの表グラフから分かることはその、頻度がまあ低いものほど、まあ、予測するのがまあ難しいっていうのが分かっています。で、上のグラフが、そのまあ予測のロスを表してて、で、多分青と赤のこの境目のこの線っていうのが、その元々の多分、ソースからターゲットを予測する時のロス でその赤と青っていうのが、それぞれこの疑似データを加えた時に、まあ、損失が上がるのか下がるのか青い方がまあ低くなるで、まあ、赤い方が上がるっていうのを意味していてで、まあ、この結果から、その
疑似データをまあ追加することで、まあ、その損失がこう下がるっていうのはより、ソースからターゲットに予測するときのまあ損失が高い単語なので、その予測するのが難しい単語ほど、その疑似データを追加することでうまくこうロスを下げてやることができるみたいな、まあ結果が得られています。で、ここからが、まあ、その予測困難な、まあ、実際そのサンプリング手法の話に移ってきて、で、その、まあ、予測が困難なっていうのを、まあ、どういうふうに定義してあげるかっていうので、まあ、3つくらいこう方法が提案されてて、1つは、まあ、頻度の識位置を設けてあげるっていう話ですね。なんで、まあ、こっちで言うと、まあ、頻度が、まあ、ある頻度よりも低ければそれはなんか難しいですよっていう話だったりとか、あとはそのさっきのまあ上のグラフですね、まあ、予測のその損失がまあの平均のまあ識位置と、あとはその同じ単語でもその文脈によってこうそのロスっていうのは変わってくるものなので、そのまあ標準偏差を取ってあげて、そのばらつきもちゃんと見てあげましょうっていうのが入ってたりとか、あと3つ目はちょっと詳しくアルゴリズムは説明しないんですけど、まあ、そのロスに合わせて、まあ、難しければその難しさに合わせてうまくサンプリングしてあげましょうみたいな、まあ、この3つが挙げられ提案されています。で、はい、結果が、この表になってて、最初に一番上からベースラインっていうのが、まあ、逆翻訳を多分使わないでやった時の、まあ、ソースからターゲットへの翻訳の、まあ、性能ブリューのスコアを表してて、でランダムっていうのが、まあ、ランダムにサンプリングしたやつです。であとは、上から順に、頻度と、その、ロスの平均と、まあ、その標準偏差を加えたやつと、最後にあの比率の手法の3つ、あ、じゃあ4つです。で、まあ、まあ、結果から、まあ、この割と、平均だけの、まあ、識位置で取ってあげれば、割とこう性能が高くなって、ランダムに比べても、性能が向上しているっていうのが分かります。はい。で、次に、今までの話は結構その単語をで動向っていう話だったんですけど、ちょっとこう枠を広げて、まあ、文脈っていうのも考慮してあげましょうっていう話です。で、そのさっきも言ったようにこう同じその単語でもその文脈によって、まあ、その予測することの難しさっていうのは変わってくるので、そこをうまく考慮したいっていうのがモチベーションです。で、その類似したまあ文脈を持っていれば、そのトークンがまあ予測する難しさ、予測することの難しさもまあ同じような感じなんじゃないかなっていう仮説があって、で、さっきの予測困難さみたいなそのサンプリングの方法に加えて、その文脈の類似性っていうのを付け加えて、サンプリングしてあげます。で、まあ、文脈をどういうふうに定義するかっていうと、まあ、一つはその、周辺の単語ですね。であともう一個はそのサブワード、まあ、同じように周辺のサブワードを取ってあげるっていうのが文脈の定義で、まあ、確かワード、まあ、その何単語を、周辺から取ってくるのかっていうのは確か 4くらいにしてたと思うんですけど、まあ、その周辺の4単語を取ってきてそれを文脈として扱うっていうようなやり方です。で類似度のまあ計算方法は、2つあって、まあ、1つは、まあ、このマッチ、単純にこの単語がまあどのくらい重なってるかってやつですね。 C がまあ それぞれのまあ文脈、まあ、単語集合を表してて、まあ、マッチしてるかしてないかっていうのと、あとは、その単語のベクトルの平均を取ってあげ、それぞれの単語のベクトルの平均を取ってあげて、それのコサインシミラリティを取るっていう、まあ、2つのやり方があります。で、結果が、こちらです。まあ、上はさっきと同様にベースラインとランダムで、あとはそのそれぞれ、やり方の組み合わせがここに載ってて、その難しさの、まあ、評価の方法フリークエンシーと、あとプレッドロスっていうのがその文脈で見た時の多分ロスですね。ロスで、まあ、難しいかどうかを決めてあげるっていうやつで、で、一番下がミーンのプレッドロスで、まあ、そのさっきの
結果と同じものです。で、そのコンテキストの取り方として、まあトークンとサブワードと、まああとセンテンスで分単位というもの と、類似度の取り方の2種類が、まあこう持っている形になるんですけど、まあ、結局、結果としては、このミーンの、ロスを使うと、まあ、一番性能が高いというような結果になっています。はい、まとめです。ここでは、まあ、その逆翻訳の際にどういうふうな、データを使ったら、まあ、いいのかなっていう、まあ、調査をした研究です。で、ここで提案しているのは、その予測目的言語側で、まあ、予測するのが難しいっていう単語、まあ、側を中心にこううまく選んであげることで、疑似データを生成して、で、まあ、それを使ってあげると、まあ、ブリューが結構 1.2 ポイント、まあ、1.7 ポイント向上しますというような内容です。以上です。